今月は長野さんを落としましょう。死者は誰にしようかのう。殿、お命回復の機会をぜひ私に。おう。林よ、お前のようなドジっ子ならうまくやれるであろう。え？藤沢殿、お待たせして申し訳ござらぬ。恥ずかしながら、道に迷うてしまいました。ははは、わかりづらい場所ですからな。いいってことよ。よし、林。つかみは OK じゃ。うかつに攻め込むのは愚策。そういえば我が殿も、瀬名様の寝所に奇襲を仕掛けて帰り討ちに。プークスクス。林？なんで知ってるの？なるほどな。わははは、ここまで気が合うとは、酒でも交わして話を続けたいぐらいだ。生きるか死ぬかの日々に、我が殿の一発ギャグの対応に気が休まらぬ。おま。なるほどな。ほう、私も同じように思っていたところ。いやはや、あの滑り具合はきついですな。ぐぎぎぎぎぎ。他メーカーとの競争は常に命がけ。我らだけでも大使 PK に高評価レビューしなくては。なるほどな。ほう、私も同じように思っていたところ。いやはや、我らは気が合うようですな。ああ、貴様らとは永遠に分かり合えないことが分かったよ。まあ、お安く済むなら、それに越したことはないよな。承知した。それでお受けしよう。やったぜ。さて、早速ハゲの説得に行きましょう。死者は誰にしようかな。殿、条約成功率 100% の私にお任せを。だ、確かに1回中1回成功だから 100% じゃな。よかろう。見事成し遂げてみせよ。死にたいだから、こっそり決めていこう。宴を開き、皆の気をそらすとは作詞ですね。お互いの立場を考えればこそです。けどやれる前に話を進めましょうか。このハゲ、能力値の割に切れるのう。部活に攻め込むのは愚策。そういえば我が殿も壁サークルの列に横入りしようとして帰り討ちに。プークスクス。林てめえ、人の黒歴史を広めるんじゃねえよ。なるほど。プークスクス、宴の酒をくすねて、もっと語り合いましょうぞ。生きるか死ぬかの日々に気が休まらぬ。ですから、仕方なく殿の秘蔵の同人誌をくすねているのです。林てめえ、人のおかずに手を出してるんじゃねえよ。なるほど。ふっ、秀貞殿とは似た者同士なのか、実は私も殿からくすねた失楽天が、ほれここに。この生臭坊主が、他メーカーに負けぬよう、大使 PK の高評価レビューを書いてくださらぬか。なるほど。ほう、私も同じように思っていたところ。いやはや、我らは気が合うようですな。こいつら。まあよい。まずはお金で説得してみよう。承知した、それでお受けしよう。貴殿らの都合が良い時に合図をくだされ。やったぜ。厚地殿も協約しておこう。死者は誰にしようかのう？ここは末盛をだけ筆頭家老の私にお任せを。おう、心配だから、こっそり決めていこう。さだゆき殿、申し訳ござらぬ、恥ずかしながら道に迷うてしまいました。やっぱりドジっ子か。ははは、わかりづらかったですかな。さて、時も惜しいので話をお聞かせくだされ。部活に攻め込むのは愚策。我が殿も初恋の娘にプレゼントを持って行って、何を勘違いしたのか知らないけど、こういうの、迷惑だから、と玉砕してましたぞ。プークスクス。林てめえ、人の古傷を世間に広めてるんじゃねえよ。なるほど。爽やかになるほど、っていうなぁ。秀貞殿から殿の失敗談を聞くと、気分が良いですな。これはいい酒の魚ですな。ぐぎぎぎぎぎぎぎ。林さん、もう許してください。私のライフはゼロよ。私が本日参ったのは密約を結びたいがため、殿より相応の対価を預かっております。渡したくはなかったが、雪折れをあげよう。88% って、足元を見よって。わかりました。それで良いでしょう。すげえ嫌そうだけど、とりあえず OK じゃな。おおう、三浦貞勝、早速、密使を送らねば。この重要任務、筆頭家老の私の出番ですな。おう。お前は道に迷いやすいから、ユピテル社の霊ナビプラスを貸してやろう。沢城みゆきさんの可愛い声に癒されるがよい。はは、ありがたく使わせていただきまする。心配だから、いつものようにこっそりついていこう。さだかつ殿、お待たせしました。恥ずかしながら、Google マップのせいで道に迷うてしまいました。林てめえ、カーナビ貸したんだから、Google は関係ないだろ、いい加減にしろ、しかも時事ネタをぶっこむんじゃねえよ。ははは。やはり地図は前輪に限りますな。部活に攻め込むのは愚策。我が殿も飛び込み営業で訪問したら、ヤクザ屋さんで顔面蒼白になってましたぞ。プークスクス。林てめえ、PTSD 発症するから、その話題はやめろー。さもありなん。プークスクス。馬が合うとはこういう時を言うのですな。三浦ー。
人の不幸を笑ってるんじゃねえよ。生きるか死ぬかの日々に気が休まらぬ。ですから、殿のコミフロのアカウントをハックして楽しんでいるのです。こちらがアカウント名とパスワードです。ご挨拶代わりにどうぞ。生やしてめえ、後でパスワード変更しておかなきゃ。さもありな。エロは思考、色のはありませんな。三浦、そういうキャラなの？他メーカーとの駆け引きは常に命がけ。あなたも大使 PK に功労から銃を変えてくだされ。さもありなん。色のはありませんな。それに関しては同じ考えですぞ。ダメだこいつら。早くなんとかしないと。しかし少しでも勝率を高めるために、こやつの力が必要じゃ。3000円ほどでいかがでしょうか？ふふふ。エンジェルクラブ3ヶ月分ですか。それで良いでしょう。お前ら、いい加減エロ漫画から離れろよ。おおお、筒以上の交渉じゃな。殿、ここは筆頭家老の私の出番ですな。おう、任せたぞ。まあ、決裂しても構わぬか。私が、この私が、末森おばけの筆頭家老、林秀貞である。おう、要件を言うがよい。城を明け渡してもらえぬか。このままでは畳プレスの屈辱を受けることになりますぞ。さすがに講和会場は望めぬか。任意投稿で行きましょう。9人もいれば、1人ぐらいは引っかかってくれるでしょう。その話、お受けしよう。来る者は拒まず、去る者は追わず。その寛大な計らいに感謝いたす。いや、おめえは来るんじゃねえよ。この包囲網でどれだけ苦労させられてると思ってんだ。通常のものに、とてもアットホームな職場です、と呼びかけましたが、残念ながら転職に応じる者はおりませんでした。おかしいよ。若手を積極登用、とか、幹部候補募集、とかも付け加えればよかったかのう？ブラック求人の見込みたいになってますぞ。口ほどにもありませんでしたね。いやおおう、金ヶ崎城の交渉じゃな。殿、ここは筆頭家老たる私の出番ですな。おう、見事成し遂げてまいれ。心配じゃから、こっそりついていこう。私が、私こそが末森おだけにこの人ありと言われる、筆頭家老の林秀貞でござる。林よ、必死すぎるやろ。おう、私が城主の朝倉景則である。そなたが参ったのは幸福の申し入れか？さよう、もはやこの城は落城寸前。このまま戦えば双方が不幸となろう。そこで私が幸福の使者、すなわち幸福の使者というわけですぞ。プークスクス、サイエンス、オブ、ハッピー。林余計なギャグデバを凍らせるんじゃねえよ。武将は三人おるようじゃが、影則殿以外はろくな奴ではないのう。ここは上司投稿を呼びかけてみましょう。その話、お受けしよう。私一人で済むのなら安いものよ。やったぜ。私の華麗な伝説の甲斐あって、金ヶ崎城主の朝倉景則殿が当家に下りましたぞ。おう。この程度でしたか。とやおおう、統治上の交渉じゃな。おお、交渉上手なメンバーが揃っておるな。よりどりみどりじゃ。しかし、筆頭家老の私の出番ですな。しかし、お前は相性も。はは、受けたまわりました。人の話を聞けー。私が、この私が誰からも愛される世界一のネゴシエーター。末森おだけの筆頭家老、林秀貞である。林前工場がブンブンおかしくなってるぞー。おう。私が城主の三好長義である。まさか幸福を促しに来たのではあるまいな。そのまさかでござる。もう無駄な命は散らすべきではなかろう。散らしていいのはお寿司だけですな。プークスクス。いら。生やしてめえ、言葉を選べー。三好とは6ヶ月以上戦っておるし、講和会場でよいか。悔しいか城を明け渡そう。講和は我らにとって願ってもないこと。長義様も受け入れるでしょう。終わりですか？表紙抜けです。とやー。おう、もう10日経ったのか。ほほう、柳沢殿が相性が良いのか。しかし、終わりの代表としては犬千代の方が適任かのう？とのう、林殿が勢いよと朝倉山の門をくぐっていきましたぞー。なん？だと、急いで後を追わねば。私が、この私が末森小高中、好感度ナンバーワンにして永遠のセンターアイドル、筆頭家老の林秀貞である。林影武殿がドン引きしてるじゃねえか。おう、大方の予想はついておるが、要件は幸福の申し入れか？さよう、幸福を受け入れていただきたい。最近の我が殿の愛読書、この、近江の海、を熟読されてよくお考え召されよ。林
それ、朝倉が一向一揆でボコボコになってるからあかんやろー。みよ、ひどい確率になっておるではないか。ダメ元で上司投降を呼びかけてみましょう。その話、大消しよう。値切りにされるぐらいなら、私一人で済むのなら安いものよ。あ、あれ？あの本、意外と効果があったのかな？私の、この私の華麗な駆け引きの甲斐があって、朝倉山の城主、朝倉景武が峠に下りましたぞー、とやー。お、おう。成功するとは思わなんだ。この程度でしたか。よし、次は久保田さんにも声をかけておこう。今度こそ、共通話題も多い私の出番ですな。お、おう。励めよ。心配だから、こっそりついていこう。常忠殿、お待たせしました。恥ずかしながら道に迷ってしまいました。林てめえ、やっぱり道に迷ってるのかー。ははは、わかりづらい場所ですからな。さて、時も惜しいので話をお聞かせくだされ。部活に攻め込むのは愚策。そういえば我が殿もエロ本をレジに持って行ったら、同じクラスの女の子がレジ打ちをしてて微妙な空気になっておりましたぞ。プークスクス。林てめえ、いつもいつも人の黒歴史を広めてるんじゃねえよ。別の話にいたしましょう。林殿、少しは上司を敬った方が良いのではないのか？久保田ー、上司決定じゃー。お、おう、生きるか死ぬかの日々に気が休まらぬ。林、プラー。ほう、図らずも似た考えであったわ。なるほど。なるほどのう。他メーカーとの駆け引きは常に命がけ。来年の大河ドラマに合わせた信長の野望が発売されるように、高評価レビューを書きまくらねば。ほう、見えないところで何かが通じるのか。真田丸に渋沢公が参加したように、我ら小池くんも後押しせねば。なかなかの好感触じゃ。久保田殿、家宝を差し上げますぞ。それで良いでしょう。指示があれば役場に合わせて動きましょう。やったぜ。おう、10日経ったか。ここは筆頭家老の私の出番ですな。お、おう。相性が良くないようじゃが、大丈夫か？はっはっは、休んじてお任せあれ。その自信は一体どこから？心配じゃからこっそりついていこう。私こそが末盛をだけの精神的支柱にして大守護神、筆頭家老の林秀貞である。林、どうしてそんなに毎回おかしな自己紹介を思いつくんだよー。おう、わしが城主の下妻雷蓮である。まさか、幸福を促しに来たのではあるまいな。そのまさかである。私の愛読書、妙王伝令から学んだこの一撃を食らうがいい。絶対幸福、鉱山で妙王、ファイヤーパーンチ、はじゃあ。林てめえ、死者なのにいきなり殴りかかるとは何事だー。しかも全然聞いてないぞー。なんか不安しかありませんが、上司投降を呼びかけてみましょう。これが妙王の法力。林殿、いや林様、一生ついていきますぞ。下妻雷蓮が峠に下りました。これも私の得というやつですな。サイエンス、オブハッピー。お、おう。終わりですか？拍子抜けです。おおう、落城寸前じゃな。これなら、話を聞いてくれそうだな。交渉を持ちかけましょう。なんと、今すぐ話をしたいとのことでございます。くっくっく、追い詰められておるようじゃな。今回の死者は相性を考えて、雷蓮にしてみましょう。私は末盛だけの、偉大なる林秀貞様の一番弟子、下妻雷蓮。こたびの話し合いを任されたものである。林の名が聞こえたような気がしたぞ、気のせいかな。私が城主の松永久秀である。ここまでの道のり、ご苦労であった。そなたが参ったのは幸福の申し入れか？あまりふざけたことを申すとこの爆弾に火がつくぞ。久秀、やべえよやべえよ。であれば話が早い。林様直伝、絶対幸福、ぐんだり妙王ポツダム宣言メガトンパーンチ。雷蓮、林と違ってそのパンチは効きすぎじゃー。久秀殿、息してる？上司投降してくれるかな？許して、もう殴らないでー。久秀殿？林様が下さった法力のおかげで、松永久秀が下りましたぞ。サイエンスオブ、ハッピー。お、おう。我らとて、負けられぬのだな。それじゃ、交渉を持ちかけましょう。なんと、今すぐ話をしたいとのことですぞ。長吉殿もだいぶ弱っておりますな。
かつて5万超えの大軍で我らを追い詰めた奴が、哀れなことよのう。死者は、やはりミッチーが責任か。私は末森をだけ随一の知性にして、犬 HK の代理人の救世主。史上最高の7000億円の受信料を集めた者、明智光秀である。ミッチー、ボーリムサボりすぎー。おう、三好家当主、三好長慶である。そなたが参ったのは幸福の申し入れか？であれば話が早い。長慶様、城を明け渡す印として、ここに判を押してくだされ。弟君の祖母殿も心よく押してくださいましたぞ。これは受信料契約書ではないか。進撃の巨人もいよいよ大詰めですぞ。あなたも見ているのでしょう？むむむ。ミッチー、やり口が汚いぞー。じゃ、予定通り、講話会場を求めてみましょう。牛の情け、ありがたく頂戴いたす。講話は願ってもないこと、素直に受け入れるとしよう。あん、それよりここに判を押すんだよー。お前ハンコがねえなら、母音で押すんだよー。ミッチー、ヤクザすぎる。たわいもないものだ。あ、